NFL、昨季 AFC 王者ベンガルズが接戦制すジャイアンツは11年ぶりプレーオフ勝利。アメリカンフットボール、NFL は日本時間16日、ワイルドカード3試合が各地で行われました。AFC はカンファレンス連覇を狙う第3シードのシンシナティベンガルズと第2シードのバッファロービルズが勝ちました。昨シーズン、スーパーボウルに駒を進めたベンガルズが、ホームで第6シードのボルティモア・レーヴンズとの接戦を制しました。試合は、第3クォーター終了まで一進一退の展開で進み、同点のまま勝負の行方は最終クォーターへ。ベンガルズは自陣ゴール全1ヤードまで攻め込まれるも、ローガン・ウィルソン選手がタッチダウンを狙ったレーヴンズのクォーターバック、QB、タイラー・ハントリー選手のダイブをブロックしてファンブルを誘発。宙に浮いたボールを身長196センチ、体重120キロのディフェンスエンドでサム・ハバード選手が捕球すると、98ヤードを独走し、ファンブルリカバータッチダウンに成功しました。勝ち越したベンガルズは終了間際にも守備陣が相手の得点機を防ぎ、24対17で勝利。2年連続でディビジョナルプレーオフへ駒を進めました。ビルズは第7シードのマイアミドルフィンズに苦しみながらも勝利し、次のラウンドへ勝ち上がりました。格下とも言えるドルフィンズは、第1、第2 QB を各手負いの状態。戦前の予想通り、ビルズが序盤から17点をリードしてワンサイドの展開になると思われましたが、ヒルズのエース QB ジョシュアレンが2つのインターセプトを喫するなど、ドルフィンズの反撃に遭い、ビルズはリードを縮められます。後半に入ってもアレン選手が自陣でサックを受けてまさかのファンブル。これをリカバーされて逆転タッチダウンを許してしまいます。しかし、この窮地を救ったのもアレン選手でした。レギュラーシーズンでリーグ2位タイの35タッチダウンパスを積み上げた剛腕は、味方守備のインターセプトで得た好機を逆転タッチダウンに結びつけると、次の攻撃シリーズでも左サイド奥深くに走り込んだワイドレシーバー、WR、ゲーブ・デイビスに、この試合3つ目のタッチダウンパスをヒットする活躍を見せました。34対31で新勝したビルズは、ディビジョナルプレーオフでベンガルズを本拠に迎え、カンファレンス決勝をかけて戦います。その一方で NFC は、第6シードのニューヨークジャイアンツが第3シードのミネソタバイキングを破る波乱を起こし、11年ぶりにプレーオフ勝利を手にしました。第3シードのミネソタバイキングスはレギュラーシーズン第16週でも顔を合わせ、さよならフィールドゴールで敗れた相手。そのリベンジを果たそうと奮闘したのが、QB ダニエル・ジョーンズ選手でした。2019年のドラフト全体6位でジャイアンツから指名されて入団した司令塔は、序盤からパスとランを効果的に織り交ぜ、チームに前半3点リードをもたらします。さらに、第3クォーター最初の攻撃シリーズでは、9ヤードのタッチダウンパスをヒットさせて、後半に追い上げを狙うバイキングスの機先を制します。その後も QB ジョーンズ選手は、自慢の肩と足を駆使してオフェンスを指揮。終わってみれば、パスで301ヤード、2タッチダウンをマークし、ランでもチーム最多の78ヤードを記録。31対24で勝利したチームに大きく貢献しました。また、ジョーンズ選手は、1試合でパス300ヤード以上、タッチダウンパス2つ以上、ラン70ヤード以上稼いだプレーオフ史上初のクォーターバックとなりました。